光秀が謀反を起こし、信長が本能寺で討たれた。この驚くべき報を秀吉は毛利攻めの陣中で聞いた。戦後秀吉は毛利家との休戦交渉をまとめると、全軍を率いて中国大返しを敢行、京を目指した。常識破りの速さで進軍する羽柴軍は、その途上で摂周辺の織田勢も加え戦力を増強。信長の仇討ちを叫びつつ京へと進み、ついに山崎の地で明智軍と激突した。山崎の戦い。秀吉様、中川殿ら援軍が合流いたしました。どこまで彼らを信用してよいものかは分かりませんが、備中からの行軍で疲弊した我らの兵のみで戦うよりは良いでしょう。ともあれ我らは、ああやるしかない。ついに決戦の時だ。この戦いに勝利してオイラは夢を叶えねえと。夢ですか？それはつまり。決まってる。天下人になって誰も悲しまねえ世を作ることだ。半兵衛は出会ったあの日からずっとオイラの夢を一緒に抱えてついてきてくれた。カズージ、勘兵衛、それに他のみんなもだ。信じてついてきてくれたその思いに必ず報いねえとな。主、もちろん光秀にだって譲れねえ思いがあるはずだ。信長様を討ってまで成したいことがな。だがそんなのオイラの知ったことか。よっしゃ行くぞ。この戦勝つのは羽柴秀吉だ。信長様の仇、光秀を許すな。必ず討ち取るぞ。中央砦の守りは味方に任せよう。我らは南より溶かし昇竜寺城を目指す。敵は所詮烏合の衆、皆恐れずに進むのだ。本陣は必ず守り抜いてみせよう。カズージ、敵には三月もいるはずだ。覚悟はできてるか？当然。相手が誰であろうと手前は主のため戦うのみです。明智をこれ以上進ませるかよ。中川殿、山麓の砦を抑えるぞ。子飼いに指図されるとは。我らが猿と対等であると分からせねばな。開門。よし、これで川を渡れるな。中央砦を守る兵らは疲弊しているようだ。今あの砦を落とせば敵本陣への道も開けよう。延命寺川を渡り中央砦を攻め立てよ。砦を制圧し敵本陣へとなだれ込むのだ。討ち死に。あの砦、九州を迎え撃つに適当と見える。抑えるに越したことはないだろうな。次だ。その勢いに乗じて我らが天王山を制圧するのだ。いただきだ。この砦を制圧し本陣の防御を強めるとしよう。みんな怒涛のごとく攻め立てよ。明智の力を知らしめるのだ。砦を落とされちまった。まずいな。
明智の気迫に味方がすっかり飲まれちまってる。この砦は任せた。明智の進軍を許すな。ここで止めるぞ。みんな奴らの勢いに飲まれるなよ。一度でも諦めたら勝機はつかめねえぞ。くっ、橋豆、取り返したか。開門。上流事情は我らが守り抜く。打ち尻、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 打ち尻。造作もねえな。これで城の守りは薄くなった。我らはまだ終われぬ。殿の大願を果たすためにもここは下がらねば。足場は勢いを取り戻したのか。一度引き体勢を立て直そう。開門。やつらは城へ下がるようだ。よし、この勢いで追い打ちをかけてやれ。橋場、中が城一つ落とすのにどれほど手こずれば気が済むのだ。まさか我らを戦線から外し功を独占する腹積もりか。なんと強欲な。このまま秀吉に利用されるだけでよいのか。我らと共に新たな天下を築こうぞ。さらに手よく使われるのはもうごめんだ。我らはこれより明智につく。鉄砲隊がやられたか。南より敵襲、石膏の報告通りか。よし、兵を出せ。打ち尻、明智十兵衛を邪魔立てする者は誰であろうと切り捨てる。へっ、残念だったな。光秀さんはここにいねえよ。光秀、お前は殿の元へ行け。この子はそれがしに任せるのだ。ああ、分かった。あとは頼んだからな、としみつ。貴様らはそれがしがうがとう。よくやった美月、としみつ。おかげで天王山は無事我らの手に落ちた。今こそ好機だ。援軍敵本陣めがけて進め。上流事情はおとりってことかよ。光秀のやつに一杯食わされたか。天王山が奪われただと。まさか中川殿らが手を引いて本陣に到達されるわけにはいかない。急ぎ敵を倒すのだ。殿の大願の邪魔立てはさせぬ。この地で果てよ。仕留めを果たす。これ以上足を取られるわけにはいかねえ。さっさとこの場を切り抜けるぞ。
急げ。殿、どうか悔いなき選択を。討ち死に。トシミツ、お前の覚悟痛いくらい伝わったよ。開門。シミツ、お前の覚悟無駄にはしない。なんとか劣勢を覆さねえとな。神代古兵を使って何かできねえか。明智の進撃、俺に見通せないとでも。行け、奴らの足を止めるのだ。おお、さすがだな、カンペ。裏切り者は始末しねえとな。助太刀感謝します。急げ。そうだ、神太鼓の音で増援の大挙到来を装うってのはどうだ。北は敵の守りも薄そうだ。よし、神太鼓兵を呼び北から天王山へ向かうぞ。天下無双の策謀、見通せはしまい。かなう相手ではなかったか。なんと目覚ましきご活躍、助太刀感謝します。討ち死に。鬱陶しい奴らだ。これで本陣の安全はしばし守られよう。攻めきれなかったか。次だ。島とは歩める。確なる上はごめん。務めを果たす。天下無双、悪くねえ響きだ。人生を読み違えたか。その動き俺には見通せている。あっぱれ、我らも続け。耐えきれん、引かせてもらう。まずは砦を制圧しねえとな。鬱陶しい奴だ。バカ。そんじゃ準備はいいな。そら、景気よく撃ち鳴らせ。まさか羽柴の援軍か。開門。この音は味方か。よし、
我々も天王山を攻め進むぞ。光秀さんは俺が守る。この気配はさすがに見過ごすわけにはいかねえか。未だ地の利は俺たちにある。芝勢を迎え撃つぞ。来たな、カズージ。悪いな、今回ばかりは俺も容赦しねえぞ。言ってろ、バカが。始末は俺がつけてやる。討ち死に。俺はこの乱世を見届ける。親父の願いは俺の使命だ。俺のため散っていった者のためにも乱世はここで終わらせねばな。開門。光秀を倒して新たな天下を作れ。やってやるぞ。主の邪魔はさせねえ。月、お前はそこで寝てろ。打ち死に。打ち死に。ならば切り捨てる。主のため、ガイナス敵を仕留めるのみ。次だ。そこまでして天下が欲しいか。その覚悟を俺に見せてみろ。八の下。八の下。やるな、秀吉。まだあと一歩及ばなかったようだ。貴様の器、天下には届かぬようだ。ここまでか。秀吉様。主。勝ってもこのざまだ。ありがとな、お前たち。秀吉様、大将首を。もういい。秀吉様。死ぬな。しっかりしろよ、光秀さん。あんたはまっすぐすぎるんだ、昔からな。信長様の仇討ちはなった。引き上げるぞ。天下も左文字もすべてこの羽柴秀吉が手に入れる。